今日どこ泊まるんですか。今日は道の駅が少し先にあるところか、あとはまあ普通に砂場っていうか、あの海浜公園だったらどこでも寝れるんで。ルート的には九州南まで行って今度は登るんですか、北海道まで。いや北海道もう行ってきたんで、ね、北海道、東京から北海道行って北海道から一周して、去年で、今今年は大間からずっと下ってて、途中あの尾瀬とか宇都宮とか、あとは山登りもしてるんで、アルプス縦走したりとかで、まあ今こんな感じで。やばいなそんなことない。いや、私旅好きなんで、こういうなんか行動してやってる方すごく敬意を表するいうかあるんです。はい、本当ですか。さっき車運転してて、はい、なんかリックからった人がいるなと思って帰ってきたらまたいらっしゃったんでたらリュック見たら日本一周って書いてあるんで、はい、マジかと。はい、はあ、いや、世界一周行きましょうよ。行きたいですけどねどうですかね。まだとりあえずはやることやってから、今目の前のことしか僕にはできないんで、それをやってからですかね。達筆ですね。塵も積もれば宝になる。ああ。僕歩いてるのって結構塵みたいなもんで一歩一歩少ないんですけど、それがようやく今集まってまあ宝になりつつあるかなと思って、そう思って今はようやくここまで歩いてきてる。いやー、素晴らしい出会いがあるとは思ってなかったです。ここ本当ですか。ありがとう。たまたま来てる時にこうやって偶然、はあ。でもこういう出会いもね、やっぱりなんていうんですかね、必然というか、やっぱ興味がないと声をかけてくれないんで、お互いがあってやっぱりそういう風に指名し合わせたっていうか、何かの縁があったっていうふうに思いますけどね。確かにね、袖触れ合うも多少面みたいな。旅出ようかな俺も。歩き以外がいいっすよ。歩き歩きはあまり歩きあまりね、しんどいのがおすすめしないです。そうやったら自転車か、はい、